日本東京都新宿区住吉町住吉町は東京都新宿区の町名。定番の設定のない単独町名である。住居表示実施済みの地域。郵便番号は 162E-0065。新宿区東部及び牛込地域の西部に位置する。町域北西部は与町町に接する。北部は川田町、北東部は市ヶ谷中野町、東部は片町に接する。 南部は荒木町、船町、愛住町にそれぞれ接する。西部は福町、市ヶ谷台町にそれぞれ接する。南端付近を安国通りが通っている。また、住吉町交差点で与町町通りと安国通りが合流している。主に住宅地として利用され、明け橋駅付近は高層建造物や商店が目立つ。川田町方面へ伸びる。 明けぼの橋通り商店街は、かつて、川田町にあった、富士テレビ方面に通じる商店街であったので、富士テレビがお台場に移転する前まで、富士テレビ通り商店街という名称であった。富士テレビ移転後も商店街は現在でも、近隣の住民などから多く利用されている。江東区に存在する住吉と混同しやすいため、旧区名の牛込めを監視、 牛込住吉町の名称で親しまれている。江東区住吉とは、地理的に東京急市内の対角線、東端部と西端部の関係にあり、共に都営地下鉄新宿線でつながっている。1952年までは、隣の市ヶ谷大町に対して、市ヶ谷谷町と称していた地域であるが、漢字にすると谷が続きこきされやすいなどの理由で変更され、 住みよい町にという願いから住みよ市長になったと言われている。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。